日本には数多くのオーディオメーカーが存在し、いろんな製品が売られています。日本に住んでいた、とあるアメリカ人が本国に戻ることになり、最後に何を買っていったらいいかを掲示板で質問していました。どうやら2月か3月あたりに 90% の確率でアメリカに帰ることになりそうだ。戻るのはワシントン DC エリア。どんなお店があるのかよく知らないけど、これはまた別の話。3年間の倹約生活のおかげで、中古のヤマハ NS690 スピーカー、中古のデノン DP50L レコードプレーヤー、中古のデノンサット、昇圧トランス、新古のヤマハ AS801、そこに加えて、日本版のジャズレコードを山ほど買ってきた。家族は、すでに引っ越しに向けて、ストレスが溜まってるところだけど、最後のオーディオショッピング、ヤフオクハンティングをしよう、とも思ってる。アメリカでは、売っていない、低価格、中価格の、珍しいもので、おすすめはあるだろうか？注意、別に購入代行をするわけじゃないぞ。